シングルピンを外していくと。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですねこれやってみました。前髪の長い方向けの色気のある前髪の作り方、スタイリング方法ですね、やってみました。だから前髪の、まあ、印象ってかなりでかいと思うんですけど、まあ、これをやることによってちょっとセクシーに色気が前髪にちょっと仕上がりますので、だいたい前髪顎からちょっと下ぐらいの長さなんですけど、その方はぜひ一回試してみてください。それでは動画をどうぞ。まずは分け目を取り分けます。だいたい目尻から上に上がったところで、ここからまっすぐに分け目を取るのではなくて、少し真ん中寄りに斜めに分け目を取っていきます。分け目を斜めに取ることによって、前から見た時に分け目が少し隠れてくれます。次は前髪の幅を決めます。だいたいこっち側も目尻から上に上がってきたところらへんで分け目を取り分けます。櫛でしっかりと根元から溶かしていきます。26ミリのコテで前髪を少し浮かせながら、根元付近から内巻きに入れていきます。このくらい緩やかな内巻きに入れて、毛先はあんまり内巻きに入れないようにしてください。毛先の部分もコテで、次は毛先を外巻きに巻いていきます。このくらいのエスカールが出れば OK です。次に前髪を大体でいいので3等分に分けます。3等分に分けた前髪を優しく指で溶かしながら、根元を起こして根元付近にシングルピンをつけていきます。このように前髪を立ち上げている状態になれば OK です。軽くドライヤーの温風を当てます。温風を当てたら次に冷風を当てます。次にエルネットスプレーをつけていきます。シングルピンを外していくと、このように立ち上がりが出てます。あとは指で溶かしながらバランスを整えていきます。でやり方結構シンプルで、内巻きに巻いて、で毛先だけをこう外巻きに巻くんですけど、あとはまあちょっと立ち上がらせるために、まあ、シングルピンだったりとか、まあ、ダッカールとかでも全然いいかなと思うんですけど、で止めてドライヤーかけてスプレーするだけで結構いい感じに仕上がるかなと思いますので、まあ、雨の日はちょっと厳しいんですけど、まあ、晴れてる日ぜひこの髪型試してみてください。またこの動画良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさよなら。